エゼキエル書、二十五章。次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、モン人に顔を向け、彼らに予言せよ。あなたはモン人に言え。神である主の言葉を聞け、神である主はこう言われる。私の聖女が犯された時、イスラエルの地が荒れ果てた時、ユダの家が補修となっていった時、お前は、あははと言ってあざけった。 それゆえ、私はお前を東の人々に渡して、彼らの所有とする。彼らは、お前のうちに宿営を張り、お前のうちに住まいを作り、お前の産物を食べ、お前の父を飲むようになる。私がラバをラクダの牧場とし、安門ンン人の地を羊の檻とするとき、お前たちは、私が主であることを知る。まことに、神である主はこう言われる。 お前は手を打ち、足を踏み鳴らし、イスラエルの地を心の底からあざけり喜んだ。それゆえ、私はお前に手を伸ばし、お前を違法の民に略奪の対象として与える。私はお前を諸国の民から断ち切り、国々の間から滅ぼし、根絶やしにする。その時お前は私が主であることを知る。神である主はこう言われる。 モアブとセイルは、ミよユダの家は違法の民と変わらないと言った。それゆえ、私はモアブの産地の町々、その国の誉れである、ベテハ・エシモテ、バールメオン、チルヤ・タイムの町々をことごとく開け放ち、モ門人と一緒に、東の人々に渡して、その所有とし、国々の間でモ門人が記憶されないようにする。 私がモアブに裁きを下す時彼らは私が主であることを知る神である主はこう言われるエドムはユダの家に復讐を企て復讐を果たして戸があるものとなったそれゆえ神である主はこう言われる私はエドムに手を伸ばしそこから人も家畜も立ってそこを廃墟にする テマンからデダンに至るまで人々は剣で倒れる。私は私の民イスラエルの手によってエドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに彼らがエドムにことを行うとき、エドムは私が復讐するということを知る。神である主の言葉。神である主はこう言われる。ペリシテ人は復讐を企て、心の底からあざけってひどい復讐をし、 いつまでも敵意を持って滅ぼそうとした。それゆえ、神である主はこう言われる。見よ、私はペリシテ人に手を伸ばし、クレタ人を断ち切り、海辺の残ったものを滅ぼす。私は激しい憤りで、彼らを懲らしめ、彼らに大いなる復讐をする。私が彼らに復讐するとき、彼らは、私が主であることを知る。